こんばんは、船橋市議会議員予備高校士の朝倉です。休校中の皆さんの理科の勉強を応援するウェーブ朝倉学校理科を入れたいと思います。で本日は、目の仕組みその2、口角と視覚についてやりたいと思います。本日2020年4月8日ですね。それでは始めていきたいと思います。休校中の皆さんの運営する、理科の特徴なんですが、だいたい10分から15分程度で発信をし、当面理科については人体生物系を重視します。でそして、次の特徴として理科用語の英単語も説明の中に復帰します。で無理に覚えようとはせずに、特に中学生の皆さんいきなり英単語が出てきたらびっくりすると思うんですが、別にこれを覚えろって言ってるわけじゃなくて、自然に慣れてください。どうせ高校に行くと理科系の英単語も抑える必要がありますし、それからもう一つ、理科系の英単語の中には語源を考えると、英語の語彙を広げるものがありますので、ぜひ広げることに活用してください。それから Google のクラスルームにクラスコード J2X5DZ で、クラスを開設しています。今日学習した内容の確認とかもできるようになっておりますので、ご活用ください。それでは本日はあれスライドがこれですね。目の構造についてまず確認しながら、目の第二回ですけど、いきたいと思います。まず目の構造については昨日詳しくやりましたけど、どういうことであったかというと、目に対して光が入ってきますね。ここちょっと拡大してみましょうか。光が入ってきます。で光が入ってきた、ものをこのレンズで、屈折させたりして、ここの網膜に像を結ぶんですね。この網膜というところです。この後ろ側に相当するところに網膜に像を結んで、その情報を視神経を通じて脳に送ってるんです。さてその網膜のところを拡大してみると、このような形に、構造になっております。この下の図のような構造ですね。でまず網膜は光がこっち側から入ってくる、これと同じ方向性で書いてありますので、そうするとここに実は肝体細胞と錐体細胞と今日の主役である光を受け止める細胞があるんですね。でその手前を神経が横切って、これがこの、この毛範を通じて脳の方に行くんです。そうそう、こんなところに神経細胞があると何か光の通りを邪魔するんじゃないかと思うかもしれませんけど、これ非常に細い細胞で透明な細胞なので、特にその光をものすごく邪魔することはなくて、この光はこの肝体細胞、錐体細胞まで届きます。そしてさらにこの肝体細胞、錐体細胞よりも壁側というか後ろ側には色素上皮細胞というのがあるんですが、これは光がそれ以上奥に行かないためにブロックしているような役割をしております。ということでこの肝体細胞、錐体細胞が光のを受け止める細胞なんですね。でその肝体細胞と錐体細胞は、英語で肝体細胞はロドセルと言います。ロドというのは棒状のというような意味でありまして、棒状の細胞です。でこの肝体細胞の方が口角を司っています。これ口角というのはライトセンスというんですが、光があるかないかどうか、なんとなく明るいか暗いかどうか、なんとなくの明るさですねを感じることができるようになっています。一方錐体細胞の方がコーンセルという、これコーンというのは昨日出てきた円錐ですね。円錐のか、これ確かにこれが円錐状してる、ここが円錐状になってるか棒状になってるかで形の違いから棒状の肝体細胞と円錐型の錐体細胞になってるんですけど、この錐体細胞の方が色覚、色を見分けることに関係してるんですね。さてこの肝体細胞、錐体細胞の数がもう大体1つの目あたりに決まって、私たち2つ目持ってますけど、1つの目あたりで説明しますと、肝体細胞は 1.2 億あります。 1.2 億あります。で錐体細胞は色を見分ける細胞は比較的それより少なくて600万ですね。600万。そして神経節細胞という神経に、情報を伝える細胞は1万です。これだけ光を感じる細胞があるにもかかわらず、最後神経に情報を伝えるのは絞られるんですね。1万ということで、情報が絞られる仕組みになっております。さてこの肝体細胞 1.2 万、1.2 億、
錐体細胞600万っていうのはまた最後に確認しますので、ちょっと押さえておいてください。それでは、それであともうちょっと説明しなきゃいけないです。ここで光を感受して、ここの双極細胞、連絡神経細胞で情報を送り、そしてこの神経細胞で最後に脳の方まで、毛斑を通じて脳の方まで情報を送る形になります。さて、それでは肝体細胞と色覚、じゃなくてこれ錐体細胞の方ですね。あれ、おかしいな。これだ、ごめんなさい。こっちですね。錐体細胞と色覚について整理をしておきたいと思うんですが、色を見分ける細胞のことを錐体細胞、円錐型の錐体細胞と言ってます。で、この錐体細胞には人の場合、青錐体細胞、緑錐体細胞、赤錐体細胞の3種類の細胞があります。3種類の細胞があります。で、この3種類の細胞、三原色と呼ばれる3種類、色を見分ける3種類の細胞がありまして、この、3種類の細胞を、見分ける錐体細胞が、600万の中に、それぞれ、ある数あるんですね。で、それで、じゃあそもそも色というのは何かということをちょっと確認しておきたいと思うんですが、これは物理の分野なんですが、光の性質ということで物理の分野と、それからそれを受け止める 人体の側の仕組みということで生物の分野が重なった部分です。で、そもそも色というのは光の波長が違うことで、こういう色合いが出てくるんですね。波長というのは何かというと、ここの図にあるように光が波として飛んできている時の、この波のこの山から谷から谷、あるいは山から山と言ってもいいんですけど、この長さのことを波長と言います。ウェーブレングスという波長と言いますね。で、この波長が短い方が、例えば私たちの目で見える光線の中で最も波長が短いのが紫です。で、私たちの目で見える光線のことを可視光線と言ってまして、ビジュアルライト、可視光線と言ってるんですが、その中で最も波長が短いの方が紫です。で、その次な長い方が青、これ他にも中間色表現すればいろいろあるんですが、紫、青、そして真ん中ぐらいが緑、そして、黄色、そして最も波長が長いやつが赤なんですね。赤です。で、波長が短い方が紫で波長が長い方が赤ということは、これから理科の勉強で様々出てきますので知っといた方がいい。で、どっちがどっちか混乱するとき、それでその混乱するときのために、抑え方なんですが、紫よりも波長が短くて、この可視光線より外にある、つまり見えない線のことを紫外線と言ってます。で、赤よりも外にあって、私たちの目で見えない線のことを赤より外だから赤外線と言ってます。で、紫外線っていうのは夏に紫外線に気をつけなさいとか紫外線クリーム塗ったりしますね。日焼けのとを止めるために。で、あれ日焼けぐらいだったらまだいいんですが、DNA を破壊して、ひどいとその皮膚がんに、そう簡単に皮膚がんにはなるわけじゃないですけど、可能性としては皮膚がんになるような可能性も秘めてるんですね。つまり紫外線は DNA 破壊力があるんですね。一方、赤外線ってどっかで聞いたことだと思うんですが、赤外線の、赤外線とか、ここら辺の、赤外線までいかないけど、この、遠赤とかいう、光を使った、こたつとかその暖房とか出てますね。つまりここら辺は熱に関係する。赤外線というのは熱を保持することに関係すると。そうすると、この波長というのは、この短いとギザギザ飛んできます。で、ギザギザ飛むということは、波長が短いということは、振動が多いんですね。こうギザ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 いきますので。で、振動が多いと破壊力が大きいんですね。物理的に正確に言うと、エネルギーということになるんですが、破壊力大きい。だから DNA を破壊する力があるということですね。で、一方、ゆったりした感じだとその熱を持っているということで、こちらがゆったりした方が赤系で、ギザギザの方が紫系だというふうに押さえておいてください。つまり短波長が紫で超波長が赤です。で、短波長は、ナノメーターという単位なんですが、380ナノメーターから、超波長780ナノメーターまで私たちは見えることになります。さて、私たちの目は3つの色を特に感受する、
まあ、青が得意なんだけど、別に青だけじゃなくてちょっと幅広いところまで感受できると。で、紫が、緑が非常に感受して、しかしある程度幅を持っている感受性があるやつが、最も緑が感じるけどちょっと左右に幅がある。そして赤もそうですね。赤だけを感受するだけじゃなくて、このまま緑ぐらいまで感受できてるんですね、程度の差はあれ。しかし黄色ってどうですか？黄色の色ってどこにもないですよね、この錐体細胞の中に。黄色の感覚はどうやってどこで生じるのでしょうか。で、これは実は青錐体、緑錐体、赤錐体の3種類の細胞の興奮の度合いで、実は黄色というのは感じるんですね。だから赤が例えばこれぐらいで、緑がこれぐらいの比率、まあ正確じゃないですけど、イメージとしては4対1ぐらいの比率で興奮すると、まあ例えば黄色に感じるとか、そういう中間色はその各錐体細胞の興奮の比率によって、感じることが、その中間色を感じている。私たちは、細胞の種類としては3種類だけで色覚を感じているんですね、という形です。で、ちなみに、紫外線は UV って言いますけど、ウルトラバイオレット、赤外線はインフラレッドというふうに言っております。さて、それでは次に、目の構造、ごめんなさい、この眼底細胞の方に目を向けていきたいと思うんですが、眼底細胞、これ眼底のちょっと漢字で書いてみましたが、ひらがなでもいいです。眼底細胞っていうのは、色はあまり関係なくて、結構幅広い範囲に反応できるんですね。で、なんとなく明るさを感じることができるということです。つまり色は、感じることができないけど、眼底細胞が興奮していれば、光が来たんだなということは分かるということです。そうすると、これは光があったという感覚に関係しています。さて、ちょっと最初に言うべきでしたけど、ここですね。ここにちょっと書いてあるんですが、眼底細胞は光の有無を感じることができて、そしてこちらはさらに色の色分けを感じることができるということです。で、その眼底細胞は光を幅広く受け止めるけど、色の区別は感じることができない。さて、それで、これ日常生活によくある出来事なんですが、例えば映画館に入ってしばらくすると、入った瞬間は、暗室に入った瞬間は物が見えないんですけど、しばらくすると目が慣れてきて、だんだん物が見えるようになります。ただ、暗い部屋の中で見えるものは、形は見えるけど色ははっきり見えませんよ。見えませんね。で、それはなぜかというと、錐体細胞は明るいところで初めて色を見分けることができるんです、さっきの3種類の錐体細胞は。で、錐体細胞も暗くなると、それなりに、なんとか光を受け止めようとして、若干閾値っていうのはギリギリ受け止めることができる、その刺激の値のことなんですけど、ちょっとそのギリギリ受け止めることができる光のレベルを低く合わせようとするんですが、これ限界があります。とか、眼底細胞の方は、一気に暗いところに適応して、閾値が低い、つまり非常に少ない光でも受け止めることができる。よって暗い部屋に行くと、色は見えなくても形は見えると、家具の形とかは見えてくる。で、このように暗い部屋に行って、だんだんと、最初は見えなかったのがだんだん見えてくるのは、暗順脳といってまして、ダークアダプテーションですね、というふうに言います。で、逆に明順脳というのは、暗い部屋に行ったとか、急に明るい部屋に入った時に少し眩しく感じて、次第に慣れてくることを明順脳と言ってます。で、この閾値という言葉が、この生物の分野ではよく出てくる言葉なんで、ちょっと整理しておきたいと思いますが、先ほど言ったようにギリギリ感じることができる最低の感覚レベルのことを閾値と言ってます。だから眼底細胞は閾値が上がるんです。あ、閾値が低くなるんですね。で、閾値が高いということは、高い状態の刺激しか受け止めることができないので、低い刺激は受け止めることができないので、鈍いということなんですね。感度が低い。で、閾値が低いということは、非常に小さな光でも受け止めることができるので、感度が高い。私たち日常生活ではこの感度という言葉を使います。光の感度が低いか高いかという表現を使うんですけど、生物学では、
生き地という表現しまして、最低限、光を受け止めることができる光の量が、高いやつ、まあ感度が低い方が生き地が高く、感度が高い方が、生き地が低いと、生き地の値が低いということになります。それではもう一つですね、網膜の部位と肝体細胞、錐体細胞の位置なんですが、もう一回この色で強調してますけど、この錐体細胞の方が色を見分けることができる細胞ですね。そして肝体細胞がなんとなく明るさ、明るいということを感覚できる細胞です。でこれはちなみにこの図が書いてあるんですけど、これは左目か右目かというのは分かりますでしょうか。これ網膜のこう中心の位置から左右に変えたんです。これ左目ですね。つまり黄斑よりも左側がに網斑がある形ですので、盲点がある形ですので、これ左目ですけど、まあこの網斑のところはそもそも、視神経が貫くために視細胞がない、肝体細胞も錐体細胞もないので、ここだけ空白になってます。で肝体細胞じゃなくて錐体細胞の方は、皆さん物を、例えば色をはっきり見分けるときに凝視しますよね。凝視したときに見分けることができるというのは、目の真裏側というのが、まあ、黄斑に相当しますので、ここの黄斑に錐体細胞が集中するんですね。なんかぼんやり見てると色がはっきり見えなかったりしますけど、その集中してみると色ははっきり見える。これが錐体細胞、私中心部分、黄斑部分に錐体細胞が多いと。で肝体細胞はボケっと、例えば暗い部屋に入った時にぼんやり見てても形は見えたりしますね。それは肝体細胞は比較的錐体細胞が中心に集まっている分、周辺に位置する形になってますので、まあ、役割分担ですね。肝体細胞はなんとなくの光の存在を感じる口角を分担し、で錐体細胞ははっきりと物の色を見分ける、その働き、色覚の働きをしているということです。それでは最後になんですが、先ほどこれですね、先ほど私肝体細胞と錐体細胞の一つの面あたりの比率というのを言って、覚えてましたでしょうか。 1.2 億肝体細胞 1.2 億、まあ、色覚が600万ということですけど、この抑え方としては全く関係ない分野なんですが、日本の人口で抑えるといいと思うんですね。日本の人口は1億2000万です。つまりちょうど日本の人口と肝体細胞一つの面あたりの肝体細胞の数は一緒。さてじゃあ錐体細胞の数と一緒なのが私たちの千葉県ですね。600万です。千葉県民の数だけ一つの目あたりに錐体細胞があり、色を見分ける細胞があり、日本国民の数だけ、明暗を見分ける細胞があるということです。まあ、ちなみに現在緊急事態宣言が出ているのはこの5県でありますので、まあ、人口の多い9県のうち、まあ、愛知県 と、北海道を除く、県で出ているということになります。はい、それでついでにですが、私高校入試で、一応理科と数学を専門にやってるんですけど、まあ、場合によっては、少しでも得点を上げるために社会とか、英語とかも教えることもあるんですけど、ということで社会の結構覚え方も考えてあるんですね。1と1動2符43件というのはバイオリンの練習では11符読みすると、こういうふうに押さえておくとよろしいということで、よく中学生に教えております。11符読みする、忘れてしまった人は押さえてみてください。それでは、どうもご清聴ありがとうございました。